71年72年と関東プロは勝ったものの優勝はこれだけ、もっと勝ちたいという青木功プロ、実はフェードボールをなんとか覚えようということで、はい、この後鹿野山カントリークラブにこもります。その頃のことを証言者はこう語っています。鹿野山カントリークラブでのキャンプはプロ青木の飛躍の原点になる。おい高須と俺一日ごろ練習するからさ、それ付き合ってくれよということで、なんだって言ったら、いやお前みたいな球打ちたいんだという話から入ってったんですね。教え方っていうのは技術じゃないんですね。ってことはプロですから、プロ同士ですから、スライス打つことも分かってるわけですね。ただね、その意識の問題なんですね。だ自分でスライスをかけたいと思った時かけられればいいんだって。だから決してスライスの球で攻めていくべきじゃないんですね。その辺の話のこうトークしながら押していくわけですね。だから結果的にはその話をした理解度が青木にあったってことですね。スライスを覚えたおかげで勝ち続ける青木の前に立ちふさがる男がいた。この頃彗星のように現れた男、尾崎正史、その人であった。高校野球の優勝ピッチャーからプロ野球界に入り、天性の運動神経で瞬く間にゴルフ界の寵児となった。栄養時代の幕開けである。何かにつけて比較される両者。この時代賞金王のトップの座はほとんど2人だけで争ってきた。尾崎に負けてたまるか、尾崎が出てこなかったら現在の青木はなかったかもしれない。ライバルっていうとすごくこう喧嘩腰のような感じのライバルっていう解釈が知られるけども、やっぱり、まあ、自分とジャンボの場合はその王手棒っていうその言葉のニュアンスで分かるぐらいなライバルだっていうことね。だからライバルってのはすごくこう好敵視って書くけども仲のいい好敵視だと思うのよ。でジャンボといつも言葉交わすのは、おいお前日本任せるからな、俺アメリカ行ってくるからなっていう感じでさ言うだけで分かるわけでしょ。そして仮にね今ここ、まあ、3、4年前に戻ったとするわね。そうするとすごくね、なんていうのか、ジャンボと自分がいたらどっちかが絶対パンクしてるよ。いやお互いにやっぱりこういうふうに求めはこうしちゃうからさ、頭パニックになっちゃうと思うよ。だからそれがないだけに自分でもジャンボでもやっぱり研究する材料暇もあれば、自分でもこっちで来てこっち暇もあるし、あれがやっぱりお互いにこうやってやって日本の試合をお互いにこうでっこしててお互いに研究し合ったらパニックになってパンクしちゃうと思うよ。優勝できなければ勝負を捨てる、誰言うとなくぶっちぎりの青木。74年の関東オープンでは2位になんと12打差をつけて優勝。河野健闘して5アンダー。勝つか負けるか、2位も10位も負けは一緒でしょ。要するに昔言葉で言うとさ、勝てば官軍、負けりゃ俗軍でさ。だけどプロなんだからそこを結局なんていうの、負けても2位なら2位で3位なら3位でとどまればいいじゃないかってよく言われるけど、自分の精神にはなかなかそこまで なんていうの切り替えられなかった部分ってのはあったね。だけどだんだんこう数重ねて試合も数多くなってきてやってくるとある程度自分の生活っていうのもあるかもしれない、はっきり言って。だけど生活以上にやっぱりプロなんだからそこの位置にいればね、悪いなら悪いなりのその位置にとどまっていればそれだけ後でまた違った意味でね、このなんていうのかな、競れたり競った時にこうドーンと落ちないでいけるんじゃないかっていうゲームの作り方っていうのはできたと思うけどね。18番のティーグラウンド。我慢のゴルフを覚えた青木を象徴するのが76年の東海クラシックである。今日のいい距離ですね。さあどうでしょう。グリーン向かってきました。カップの左寄り、まだしかしこれは8メートルはあります。内田茂左側、青木の今年の主な成績です。ご覧のように勝ち星がございません。太平洋マスターズで2位に入りまして、賞金ランキングは第1位に上がりましたが、今年はまだ去年の7月の関東オープンに勝って以来勝ち星がありません。
さんぞ。あれでも左切れるね。初日2日で4オーバーの最下位予選通過。それがなんと通算5アンダーでトップに並んでいる。青木功5アンダーでホールアウトであります。東海クラシックはご覧の3人、杉原照夫、青木功、内田茂、3人の16番からのサドンデスになりました。その16番パー3、内田は左の崖下に落とし絶望的、杉原はピンそば5メートル、青木はショートしてこれが第2打。カップの手前だいたい50センチがまっすぐですからね。これはいいですよ。おっと入った、入りました、入った。我慢のゴルフはこうして実り、初の賞金王を優勝で飾った。まあ、この年初めて賞金ランク1位になるんですけれども、はい、ただこの今ご覧いただいた東海クラシック、はい、実は予選最下位で通ってるんですね。ぶっちぎりの青木という、はい、その初日2日とそんなに成績良くなくて、3日目4日目でガーンと伸ばしてきたんですが、実はね、その1970年代の真ん中ぐらいですかね、その青木がですね、まあ誰でも通り過ぎる時期なんでしょうけど、その勝てない、ふてくされるっていう時代がありましてね、でゴルフがうまくいかないともう途中で試合を投げてしまう、で青木はちょっとそういう点じゃもうちょっと辛抱足りないんじゃないのと言われてた時期がやっぱりあったんですよ。でそれがやっぱりそのいろんなことを彼は吸収して学びながら、今の東海のこういう優勝、はいはい、でこういうところでですね、自分が何をしなきゃいけないかっていうのをやっぱりまた勉強してたんじゃないですか。つまり我慢を覚えたと言いましょうか、そうですね、あるいはこう精神面の変化がこの辺で出てくるということなんですか。そう、やっぱりお客さんがいて、人が見に来てくれて、テレビで見る人たちがいて、それで初めてプロゴルファーっていう存在があるんだっていうことに気がついたんだろうと思うんですね。自分だけがやって賞金稼いでりゃいいやっていうことからは一歩先へ進んだということだと思います。そうすると人間的にもこう一皮向けると言いましょうか、大きくなっていくわけですね。だろうと思いますね、はいはい。まあ、この年初めて賞金王になって、はい、まあ、自信にもなったんだろうと思いますけれども、はい、この頃から戸張さん、海外への挑戦が始まりました。それで青木っていうのがいた、でそこで尾崎っていうのが後から出てきて、プロ野球から入ってきたゴルフ界にね、で先に尾崎が先に一歩出たわけです、と自分はこうやって賞金王に1勝しかしなかったけども慣れた、で自分で我慢することを覚えた、さあ次って言った時に、やこれは国内で尾崎とぶつかってるよりはもう一歩先行きたい、でそれが世界への向かっていく気持ちになったんじゃないかと思いますね、はい、日本の青木から世界の青木へと華麗な転身を図ります。天才青木にとって日本は狭すぎる。賞金王になった翌年の77年、青木は本格的に海外へ飛び出していく。世界の青木の幕開けである。そして78年、イギリスロンドン郊外にある名門ウェントワースゴルフクラブで開かれたワールドマッチプレーで夢の海外初優勝を飾る。リー・エルダー、ゲイリー・プレイヤー、レイモンド・フロイドを下し、決勝戦はこのサイモン・オーエンとの間で戦われた。ニュージーランドの無名の新人である。いや、青木こそ東洋から来た無名の新人であった。ボール一つ外したサイモン、青木は2パットで沈めれば勝ち。これでサイモンギブアップ、3エンド2で青木優勝。無名の男の海外初勝利であった。何でもね、もうやることが珍しかったよ。行けることのね、喜びしか感じてなかったよ。海外初優勝って確かにそれはいいことかもしれないけど、行けることの方が嬉しかったもん。海外でゴルフやれること自体がね、嬉しいし、無我夢中でやってる時にね、勝っちゃったんじゃないの。1980年、戦いしか知らなかった青木に春風がそよぐ。ひろこ夫人との結婚、以後
世界の青木のおかげで広子夫人の果たした力は大きい。まさにナイスショットの年であった。2人ともね、いつもそうなんですけどね、いい試合した後ってね、2人とも話すことがないのね。疲れちゃって、かえってね、負けた時の方が気使う。もう話すことないですね、いい試合をした時には。こうしてプライベートでも充実した青木は、全米オープンをはじめとする海外ツアーで縦横無尽に活躍していく。ワールドマッチプレーに勝った。当時世界といえばニクラウス、そのニクラウスにも肉薄した。アビコの貧しいキャディが世界のヒノキ舞台に躍り出たのだ。天才青木、エンジン全開である。83年2月3日、ハワイはミラクル日和に晴れ渡っていた。青木は最後の18番のティーショットを右ラフに入れてしまう。トップタイのジャック・レナーは今頃バーディーを決めているはずだ。青木はスプーンの第2打に力を入れる。しかしこれが左ラフ、全く打ちにくいラフだ。青木は体中の力が抜けた。力の抜けたところから奇跡は生まれるのかもしれない。レナーはほとんど自分の勝利を信じていた。あそこから寄せるのは難しい、勝利は俺のもんさ。128ヤード、なんとピッチングウェッジでの第3打、ポーンとグリーンで跳ねてカップイン。奇跡のイーグルショットで逆転優勝。レナーがっくり、青木には奇跡、レナーには悪夢であった。真っ青なハワイの空に白球が舞い、よもやの逆転イーグル。心技体、そして幸運の女神まで微笑んだ奇跡のショットだった。それをなんであれがじゃあピッチングウェッジ行ったかっていうのは、要するに言葉は悪いかもしれないけど、火事場のクソ力みたいなもんですよ、昔言葉で言う。ただ単にあそこはもう手前に乗せてバーディーを取ってプレーオフしたいっていう気持ちなのね。だったら9番で軽くでいいじゃないかって、あの時の要するにこうなんていうの、今でいうトレーニング最中で言うとさ、筋肉がさ、いい意味でさ、いいような緊張感があったんだと思うんだよ。だから力んでもいなきゃかといって大きなクラブで打ってるわけじゃないし、でまたあのなんていうのかな、あのスイングを見てたらさ、何回もこう打った時のスイング見るけど、あんないいスイングしたのかなと思うぐらいいいスイングしてるよ。1年後に青木は同じ場所からピッチングでショットしてみたという。しかしピッチングではいくらやってもグリーンに届かず、結局8番アイアンでやっとだったそうだ。同じ年、青木はヨーロピアンオープンをものにした。世界で活躍するプロにとって悲願の一つは4大ツアー制覇と言われている。やっと青木はアメリカとヨーロッパを制した。それにしても日本オープンに勝ちたい、それはいつもそばで応援する広子夫人も同じ思いだったに違いない。83年、あのキッタに敗れて以来のチャンスが巡ってきた。日本オープンテリーゲールとのプレーオフである。17番は2人ともパー。2ホール目の18番、青木バキーでのセカンドショット、これが狙い通りピン横4メーターに2オン。ゲールのセカンドショットは右のバンカー。ゲールの3打はバンカーショットだ。これは見事3メーターにつけた。青木のバーディーパットが入れば優勝。おっと、惜しくも外す。続いてゲールのパーパット。
ちらも外した。緊張で手がしびれたか。入れてボギー。青木、これがウィーニングパットになるか。入れた。青木、日本オープン初優勝。いくらお金を積んでもいい。日本オープンのタイトルが買えたら買いたいと言っていた青木、16回の挑戦の末やっと手に入れた。あの83年のハワイアンオープン、はい、何回見てもあの第3打っていいですね。すごいですね、あれはやっぱりああいうシーンというのは、最終日の18番で起きて優勝、ああいうことが起こって優勝するシーンというのは1世紀の間に本当に何回しかないんじゃないですかねと思いますよ。それも18番で入って勝って終わるわけだから。ですね、劇的ですよね。こんなだからそれは例えば日々の努力の結果だとか、自分の持っている運の強さとか、いろんな要素があったと思うんですけども、まあ青木功だから起きたんだでしょうね。そうとしか理解しようがないです。すごかったですね。そして、最後 VTR でもご覧いただいたんですけれども、日本オープン83年、その年なんですけれども、やっと勝てました。そうですね、日本オープンというのはアメリカでいう US オープン、全米オープン、ナショナルチャンピオンシップですね、やはりその国において全てのゴルファーを対象に行われる試合ですから、プロゴルファーならば絶対に勝ちたい、それに16年勝ったんですかね、あれだけのトッププロが。そうですね、だから本当に嬉しそうな顔してたじゃないですか。そうですね、そしてあのセカンドショットのバフィー、見事でしたね。見事でしたね。だから自分自身のプロゴルファーとしてのキャリアの中で、日本オープンに勝って初めて本当にこれでその文字通り日本を代表するプレイヤーになれた、自分自身の中でも一つの完成というとおかしいけど、やるべきことができたという感じになれたと思いますね。その後もね、快進撃が続くんですけれども、そして、89年、オーストラリアで勝って、ついに4大ツアー全部勝ちました。そうですね、ヨーロッパで勝って、日本、もちろん日本で勝ってます、それからハワイアンオープンで勝って、オーストラリアで勝って、大したもんですね。強さの中には先ほどおっしゃいましたけれども、運であり努力もあると思うんですけれども、コマーシャルの後はですね、皆さん知りたいと思うんです、青木プロの技術の秘密に迫ります。青木を世界にのし上げたのは彼の得得した技の数々である。その中のいくつかをここで紹介しよう。まずはベタ足打法。両足は地面から離さない。バックスイングで左足、ダウンスイングからインパクトにかけての右足もできるだけかかとを上げないようにして打つ。両足で地面を踏ん張り体を止め、腕の動きだけでクラブを振った時、体の正面でボールを捉えることができるのだ。何万分の1秒かはわからないが、インパクトの瞬間体は止まる。その時右足も左足もしっかりと地面を踏ん張っている。だからクラブヘッドに最大のエネルギーを集約しボールを飛ばすことができるというわけだ。ベタ足っていうのは要するに履き違えてほしくないのはね、要するにインパクトの瞬間まではボールが止まってる、足が止まってる、クラブも一瞬止まる、その瞬間だけのことを意味してるように取れるんだけど、やっぱり体をある程度こうバックスイングでひねってインパクトした、フォロースローの方にクラブが行った、もう限度が来るわけですよね。体のひねりの限度が来た時に初めてヒールアップするというのが自分の今言ってるこのベタ足っていう意味だと思うの。そういうふうに解釈してほしいんだよね。左足に注目してみよう。ダウンスイングのこのポジションで左へのシフトが終わり、ここからインパクトしフォロースルーのこの位置まで左足の形が全く変わっていない。体を止めてベタ足で振るというのはこのことを言うのだ。
次はパッティング。パターの塔を上げる彼独特の打ち方は、数々の名場面でロングパットを決め、世界を震え上がらせた。カップにちょうど届く強さのパットは入り口が1点しかない。それより少し強ければ多少左右に寄っても入る。つまり入るラインが線から帯になるのだ。しかし青木のパットにはもう一つ重大な秘密が隠されている。よくご覧いただこう。打った瞬間ボールは回転しないで横滑りする。つまりキャリーが人一倍長いのである。キャリーの間はボールがまっすぐ進むので曲がりが少なくて済む。もう一度見てみよう。パットの名手と言われた青木の秘密はここにあった。続いてバンカーショット。これも青木の名前を世界に知らしめた高度なテクニックである。アビコ時代、小さくて硬いグリーンを狙うために必死で学んだのは人一倍強烈なスピンだった。以後青木はどんなバンカーも怖くなくなったという。顎の高いバンカーならフェースを開いて打つ。ピンが近い時にはなおかつインパクトを速くして強いスピンをかける。青木のバンカーショットは砂を爆発させるというよりボールを払う形で打つのが特徴である。跳ね上げる砂の量の少ないのがお分かりだろうか。バックスピンをかけるにはフェースを目いっぱい広く使わなくてはならない。そのためにフェースの付け根から砂に入っていく。その証拠に青木のサンドエッジはフェースの付け根ギリギリから対角線上にきっちり跡がついている。戸張さんには今、はい、青木モデルのサンドエッジを持っていただいてるんですけれども。そうなんですね、今こう斜めにね、はい、こういうふうにつくっていうのがありましたよね。ちょっとこう寄ってもらうと分かるんですけど、こうですね、はい、でこれはどういうことかっていうと、この砂面に対してですね、普通だったら例えばまっすぐにこういうふうに構えてまっすぐ打てばこういうふうに普通にこういうふうに丸くつくんですよね、はいはいはい、ところがやっぱりバンカーショットっていうのはこういうふうにフェースを開いといて、はい、こういう形でアウトサイドインにこう打っていく。だからかかとから砂に入ってこう抜けていく。ですからこういう角度でスイングはこういう角度でしていいっていうバンカーショットはね、はいはいはい、だからやっぱりああいう筋がついていくっていうことなんだろうと思いますけど ね何しろだってバンカーショットの練習も含めてですね、どん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 サンドウェッジの練習しますから、年に 1,2 本ダメになる、はあ、すごい消耗ですね。すごい消耗ですよ。今ここにちょっとこういうデータもあるんですけれども、はい、そうですね、すごいですね。アメリカで部門別のこのランキングで、はい、このバンカーショット第1位、80年83年トップに立ってですね、それから80年から89年の10年間で、これも 57.3% ですけど、これトップですね、だからやはりいかにバンカーショットがきちんと寄ってるか、その入ったやつも含めてね、あの速いグリーンでそうですね、まあ、大きな武器ですね、はいはい、それはやはり元を正すと、やはりアビコというのはあるんですか。ありますね。アビコというのはもうグリーンが小さい、周りグリーンの周りほとんどバンカー、でその中でやっぱりグリーンピンを狙うと難しいのをバンカーにわざわざ入れて、そこからバンカーショットでパーを取るっていう練習をしてたっていうんですからね、はあ、大変なもんです。はい、はい、それではコマーシャルの後は現在の青木プロの活躍をご覧いただきたいと思います。青木は50歳を超えシニア時代に突入する。94年の日本シニアオープンでは若き日に苦杯をなめた吉田を相手の優勝争いになった。
絶対に負けてはならない。青木の心に期するものがあった。24年前の日本オープンでは、キッタのスライスに青木のフックは敗退した。その後青木は世界に飛び出すためにスライスを覚え、そして大きく成長したのである。一方のキッタは距離を稼ぐフックボールに球筋を変えていた。24年間の歳月が2人の球筋を全く逆にしてしまったのだ。静かにしかし熱く燃えながら青木は試合を進めていった。2m のパットを沈め優勝を決めた。青木はスライスの重要性を教えてくれたキッタにきっちり恩返しをしたのである。シニアになって青木はよく過去のゲームを思い出してみる。そして思い至るのは、勝った試合からは何も得るものがなかったということである。自分のハートに広がるのは甘い思い出だけだ。甘い思い出なんて次の試合には何の価値もない。むしろいろいろ自分に教えてくれたのは負けた試合だ。今揺るぎない存在になって、この地位を与えてくれたのは数限りない負け試合だったとつくづく思う。宿敵ニクラウスとの戦いは、15年の歳月を経て熱い思いをそのままにアメリカシニアツアーザ・トラディションで再開された。青木のセカンドショット、見せてくれた見事なチップイン。青々としたグリーンから白い球がスーッと消えた。全米オープンを彷彿とさせるニクラウスとの優勝争い、勝敗はプレーオフに持ち込まれた。プレーオフの2ホール目、青木のティーショットは右にこぼれたか。あ、ちょっと沈みましたか。沈みましたね。そしてニクラウス乗ってきたが、かなり距離を残した。3ホール目、両者一歩も譲らずパー。ついにプレーオフ3ホール目、青木風を計算しての第3打。この時アゲインストの風が突然止んだ。グリーンオーバー、不運なバンカ ー。ニクラウスはこれが第3打、青木は3打を打ってバンカー。ニクラウスバーディーチャンス。青木得意のバンカーショットで勝負に出るしかない。猛烈なスピンをかけてチップインを狙ったが、紙一重の差で裏目に出た。最後決めましたニクラウス。の力は発揮。15年前の雪辱は果たせなかったものの、一か八かの勝負に出た青木の姿に全米は歓喜した。またやられました。まあでもね、ニクラウスと青木っていうのはこうやってニクラウスっていう大きな存在があって、初めてやっぱり青木がいるわけですから、ずっとこうやってすぐ勝っちゃうよりは、今まだシニア PGA ツアーで2人とも頑張るわけですから、しばらくの間こうやってやって、でどっかで青木がニクラウスに勝ってですね、
よかったな、イサオって言ってニクラスに言ってもらうシーンを見たいですね。そうですね、うん、しかもご紹介してきましたように、はい、ずっと日の当たるところと一方負けたところからいろんなことを学んでった青木プロという、うん、まあ、ちょっと対照的と言いましょうかね、はい、しかもそういう2人がいろんなところですごい試合をやってきた、はい、そのニクラスをいつの日か倒したいというそういう夢と言いましょうか、これは我々ファンの夢でもあるんですけれども、ね、やっぱりニクラスぐらいの実績を持っている選手というのはもう今世紀最大ですよね、やっぱりメジャーに20勝ってる、70数勝を上げてるシニアの優勝を入れるとね、はい、これだけの選手がいない。でも同時代にちょうど青木にとってニクラスっていう自分の夢がね、そこにいてくれたっていうのはすごく青木にとっても幸せなことだったんじゃないかなという気がしますね。はい、そしてこの青木モデルのこのパターで、うん、いつの日かそのウィニングパット早く見たいですね。そうですね、でももうちょっとゆっくり楽しみたいって気もありますけれども、 それともう一つ多分青木功が言いたいことの一つを代わりに言っておきたいのは、やっぱり青木功の背中を見て実績を見て追いかけていく日本の若手に出てきてもらいたいなというね、そういうことですね、そういう気がすごくします、はいはい、どうも戸張さん今日はありがとうございました、はい、どうも。世界と渡り合っている、そして世界が認めている青木功、これからのますますの活躍を期待したいと思います。ああ随分自分はね助けられた人いっぱいいるなと思うし、だからこれから世間を知ろうとかじゃなくて、もうちょっと周りの人にこの気配りっていうのかな、そういうのをちょっとできるようになればいいのかなとかさ、そういう感じにしか今考えられないんだけども、やっぱりゴルフバカって言えばゴルフバカなのかもしれないよ。だからまあ今ここでこういうインタビューしてるけどもね、やっぱりゴルフを離れたら何にもない人間だと思うわ。だから本当に終わりのないゴルフ人生でいいんじゃないかな。青木功、プロ生活30年を経てつくづく自分は幸せだったと思う。豊かとは言えない子供時代だったからこそゴルフに巡り合った。なかなか勝てなかったからこそ自分を磨いた。人に言えない辛さの中で自分だけはいつも自分を信じてきた。やがて花開いた時に人々は拍手をしてくれた。その拍手の中でまた一つ自分を信じられた。一人静かに30年を思い返せば脳裏に様々な試合が去来する。苦しかった試合に乾杯、楽しかったあの試合にも乾杯、勝った試合に乾杯、負けた試合に乾杯。酔いしれる頭の中で今確実に言えることといえば、ゴルフをやってよかったということだ。